皆さんこんにちは、スーパーガールズの田中小梅です。今日はですね、大阪にて、ファースト DVD はじめまして小梅ですの発売イベントがありました。来てくださった皆さん本当にありがとうございました。今日は大阪でのイベントということで、本当にお客さんがちゃんと来てくれるかなっていう不安があったんですけれども、ちゃんとたくさんの方が来てくださいまして、そして無事にトークショー、握手会、サイン会、チェキ会と全て終了して、本当にあったかい雰囲気ですごくすごく楽しかったです。はじめまして小梅ですを大阪の方にも届けることができてすごく嬉しかったです。たくさんの方にやっぱ DVD 見てほしいなって思うので、改めてゲットした DVD をたくさん見てほしいなと思います。今後ともスーパーガールズの応援をよろしくお願いします。そして私個人渡辺小梅としても精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。以上、渡辺小梅でした。バイバーイ。浅川奈々です。浅川奈々、ファースト DVD& ブルーレイお待たせしました。発売記念イベント大阪終了しました。イベント終了しました。お越しくださった皆様本当にありがとうございました。そして改めてこの、DVD を手に取ってくださった方に本当に感謝したいなっていうふうに思います。今回大阪でイベントやらせていただきまして、前回写真集 のイベントも大阪でやらせていただいたんですけど、そのイベントの時にも来てくださった方がこうして DVD のイベントにもブルーレイのイベントにも来てくださっていて、すごく嬉しいなっていうふうに思ったと同時に、こうやってなんか喋っている機会っていうのがなかったんですよ。その握手会だけとかだったので、こうやってトークっていう機会をいただけて、そういう時間をいただけて本当に嬉しいなっていうふうに思いましたし、自由奔放に楽しくトークさせていただけて楽しかったなっていうふうに思います。DVD ブルーレイの方はもうイベントの方は終了しましたが、まだまだこれから先何年も何十年もきっと残っていくものだと思いますので、たくさんの方に手に取っていただいて見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。この度は本当にイベントを作っていただいて、イベントする機会を作っていただいて本当にありがとうございました。楽しかったです。皆さんこんにちは、スーパーガールズの志村里香です。さあということでですね、こちら志村里香振り返るな発売記念イベントがたった今終了しました。お越しくださった皆様ありがとうございました。今回はですね、大阪でのイベントだったんですけれども、ソロイベント、大阪でソロイベントするのが初めてだったので、今日ファンの方来てくださるのかなという不安もあったんですけれども、たくさんの方に、来ていただけてすごく嬉しかったし、すごく楽しかったです。本当にありがとうございます。次はですね、大阪に来るのが6月17日になるんですけれども、また大阪で皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。以上、スーパーガールズの志村里香でした。バイバーイ。